3月1日、愛媛発の音楽ユニット、トライシグナルの谷尾桜子さんらが愛媛県庁を訪れ、ファーストアルバム、ザ・ファーストバイトの完成を中村知事に報告しました。谷尾さんは、まだ始動したばかりだが、愛媛県武道館でワンマンライブをやるという夢もある。全国から愛媛に来てもらえるような、応援してもらえるようなグループになりたい、と述べました。これに対して中村知事は、地元でのロケということで、県の方でも紹介させていただく。大きな夢に向かって頑張ってください、と述べました。